バーデン・バーデンのメディア・コントロール本社メディア・コントロールは音楽作業連邦協会から委託を受けてドイツの公式音楽チャートの集計と発表を行っている企業である。その週間チャートにはシングル、アルバム、コンピレーションのトップ100、ジャズのトップ30、クラシックのトップ20、シュラーガーのトップ20、音楽 DVD のトップ20、公式ダンスのトップ50がある。 メディアコントロールのチャートは様々な会社がネットやテレビで毎週配信している。一例として1993年に設立されたビバ音楽チャンネルがある。他にはミューズクロードとミックス1があり、いずれもほぼ全てのチャートをネット上で配信している。なお全ての公式チャートはメディアコントロールの子会社であるアフィシャルショルツでのサイトで公開されている。 ドイツにおける音楽チャートの発表は1959年まで遡り、それはドイツの音楽産業で重要な役割を果たしていた雑誌でアムージークマークとで行われた。1959年以降、良質な音楽番組を求める声に押される形で、音楽産業連邦協会はチャート集計業者と共により良いチャート集計を模索してきた。そして、それを実現するため、 複数の調査会社が試された上で、バーデンバーデンに本拠を置くメディアコントロールが選ばれた。それゆえ、最初の公式チャートがデアムージークマークとして公開されたのは1977年9月だった。当初は上位50位までの発表だったが、1980年1月に75位まで拡大された。1989年以降は国際標準に従って、 さらに100位まで拡大し、メディアコントロールトップ100と称した。2001年以降はトップ100シングルチャートはシングルの売り上げを反映するよう変更された。メディアコントロールは2001年にミュージックビデオチャートを開始し、これは2004年に DVD チャートとなった。2001年の時点でミュージックビデオチャートという独立チャートがあったが、ミュージックビデオのシングルは トップ100シングルチャートにもエントリーされた。同様に2002年の時点でミュージックビデオのアルバムも前編の50%以上が楽曲で占められていればトップ100アルバムチャートにエントリーされた。50%を切る場合は DVD チャートのみのエントリーとなった。このルール上音楽 CD のうち前編の50%以上がビデオからの使い回しである場合は DVD チャートに エントリーされることもあった。2004年にドイツは売り上げチャートにダウンロード販売を加味した初の音楽市場の一つとなった。2007年7月13日にはダウンロード販売のみの楽曲が現れ、セールス記録の付け方も変更されることになった。それまではダウンロード販売の売り上げ数を基準にしていたのだが、これ以降は楽曲の売り上げ高を基準にするようになった。 従って最も売れたアルバムが必ずしもチャートの主位になるとは限らなくなった。現在ドイツでは3000の小売店が週単位で売上データを提供している。そのデータはフォーナネットという通信ネットワークチャンネルを通じてメディアコントロールに渡される。メディアコントロールは以下のチャートを発表している。ありがとうございます。